今回はもういいけども、詳細化に向けてはだから、フルフィルも入れると、もうちょっと見えます。ただ、今回は僕は無理で見てますから、詳細化に向けては何でも。
ちは。こんにちは。トランポリンの場合はなんて単純な規則で決まってて、まず
体の回転でひねり方向の回転と宙返り方向の回転、縦方向、横方向の回転に分けて、ひねり方向は、ひねり方向は横向きで位置はないんです。ドランポリンって前か後ろかどっちかなんで、横向きで着地じゃ そこを宙返りでもないから、で半回転が基本になります。半回転ごとに 0.1 なので、だからハーフピレートだと何度0.1、フルピレートだと1回転するから何度0.1、そういうケース。今度は4分の1なんです。体が縦方向に4分の1回転するたびに 0.1。 だから1回転すると 0.4 なんだけど、宙返りの場合は完全に1回転すると、宙返りの場合は同じ点数で 0.5 になる。こういう計算です。なので、あのハーフピレートのコントロールにすると、なんかちょっと見える。この辺のバランスはなんとかないよね。体の軸が全く縦にも横にも回転しない、縦のものだから。もう足は出るけれども上半身はまっすぐなんで、これもなんとすみません。でも四分倍落ちは一応体が前方向4分の1回転するので、四分倍とか腹落ちは 0.5 軸に上げていく。しかも四分倍とか腹落ちから立つときにもう一遍回転するから、入るときと立つときと 0.1 ずつ。こういうふうな形で。で、これだと2分の1ひねり腹落ちだと、2分の1ひねりで 0.1。腹落ちで 0.1。だからこれだと 0.2 だからシートドロップから腹落ちもシートは立ってるのと同じ扱いになるから、腹落ちに行くとき 0.2、 腹落ちからシートに行くときも同じ 0.2。 スイブルっていうのはシートドロップから半分ひねると反対方向、これも半分ひねるから 0.2、 そういうような。あと宙返りの場合は1回転につき 0.5 だけれども、タップだとそうなんだけども、パイプとかレイアウトすると1回転につき 0.15 なんだ。だから、あのレイアウトの宙返りの場合は 0.6。 そうです。タップ宙返り、パイプの宙返りが 0.5 で、パイプまたはレイアウトの宙返りが 0.5。 そう、ただ、シークラフの場合は難度点の部分が 0.9 なので、まあ、宙返りは入れてもいいですもんね。フィニッシュに1本入れたらもうそれで15、2本入れたらオーバーしちゃう。オーバーしちゃう、ペナルティはつかないけど 0.9 以上もらえないですね。だからキープラムの場合は本当によく、だから構成によっては最後に1本宙返り入れるというのもある。で、宙返りなしだと基本的にあのひねりとかで稼ぐしかないので、なかなか宙返りなしで 0.9 というのは結構ひどい。まあ、無理に 0.9 にする必要はないんだけど、何度点で人気上げるのにこだわって人気上げるのがどうです。演技点の方が30点満点になるから、得点は10本の技を全部1点満点で計算していて、コンビ10点満点で人気点が、あの回転者は最低です。で、それの3人も人気点ですから30点満点になる。それに比べると何度点の 0.9 とか高がしいですね。そこで 0.1 こだわっても、要するにあの1つの技で 0.2 減点されると3倍して 0.3 減っちゃうから、何度でも2点しっかり食べることになります。今日も僕はもちろんトップレベルになると、世界選手権プラスの何度点が17とか18とか行くんで、それはまた別の世界だからね。それも僕らとは全然別の世界なんで。
方にいるかどうかを確認しながら降りてきて、で飛ぶ時には前見ながらと思うので、あまり行ったらちょっと目線を落として確認しよう。高くなっていくとね、同じとこ見てるとだんだん首が下がってくるみたいな。
Thank you.
Thank you.
こ行ったんやろ。
Thank you.
だから、まあ、言ったら、